お前あと20分以上あるんだよ。ね、お絵かきデビューね。まあお絵かきの話からいこうか、とりあえず。そうですね、お絵かきの話からいこう。いやどうなんすかね。いやもうしばらくはもう隠しとこうとは思ってるんですけど、まあ最初はね、なんかね、ぐじぐじやもんね、はい、最初はね。そうちょっとよくわからん感じになっとるもんね。ちょっとあんま最初からいきなり出して生きてんなって思われるのちょっと嫌なんで。なんかでも難しいよね、入れ墨って。好きな人もおるし嫌いな人もおるし、はい、でも本当に自分がなんか好きって思う人が嫌いだったらちょっとショックじゃない、はい、ああそうですね。それでちょっとダメになるとか。そうそうそう、それやったらちょっと辛いですね。やし、例えば子供が大人になってなんか、まあ、子供って最初大丈夫やん、はいはい、最初は。大人になってなんかそれを恥ずかしいと思い出したら嫌だなと思っちゃう。子供のそういうこと考えたらちょっとなんか、いや子供に悪いかなと思う、ね、なんかうちのお父さん入れ墨入ってる人だからみたいな。あそれを言ったら子供も好きならいいと思うやん、はいはい、逆にかっこいいと思えると思う。でもなんか反対派になっちゃったら子供が辛い。ちょっと嫌じゃない、女の子とか特に。あだって彼氏に紹介したしづらいじゃん絶対。入れ墨入ってるお父さん紹介しづらくない？そうですね。自分が女の子だったら肩身狭くさせることになるっていうのはちょっとあるかもしれないですね。ね、ちょっとそれがなんかそういうことをなんかいろいろ考えたらなんか不便なことも多いなと思ってやめた。あ不便なことの方が多いなと思ってやめた。日常生活するにはね、なんかねホストするには全然かっこいいと思うけどね俺は。うん、前の店の代表なんか全身入ってて、なんか指まで入っててすごかったけど、首とかも入ってるし、もう一生まともな仕事する気ないって言ってたもんね。そういうのがあったら、ね、あったらいいんですか、ね。うん、まあそれぐらいなんか覚悟決まってんだったらいいんじゃない。いや僕はもう完全にもういいと思うよ。夜っていうかもう夜でやっていこうかなっていう覚悟は。もういいと思うよ、気合い入れた方がね。はい、この気に、うん、まあ俺一番入れたかった、俺も入れたかった時期あるけど、その入れたかった時期になんかもう金なかったね。あ一番金なかったね、一番売れてなかったの。お仕事で一番辛いのは何ですかから行く？そうですね。お仕事で一番辛いの、辛い時なんだろうね。難しいね。そうですね。うん、なんだろうね。いやいっぱいある、いっぱいあるよな、やっぱり。はいはいはい、それはいいこともいっぱいあるけ、はい、やっぱりいっぱいあるし、それ悪いこともいっぱいあるよねやっぱ世の中。でも。全くお客さんが来ない日とかは嫌ですけどね。そういう意味でやったら嫌なんですけど、なんかこうなんやろね、辛い時。え、なんかもう分かってて嘘つくやつっているじゃん、はい、分かって俺のお客さんいるんだけど、分かってて、はい、もうお前分かってるよみたいな、はいはい、嘘つくやついるんだけど、もうそういうのは結構辛い、こっち側からしたら。ああそういうことですか、うん、だからもう嘘に付き合う、もう俺嘘つかれたら突き止めないんだけど、あんまりなんか後から言うか、うん、後日言うか、そのままに付き合うか、どっちか。あその場ではもう嘘やろとは、うん、あその場では絶対嘘やろって言わんし、なんか決定的な証拠持っとっても出さんし、うん、いやまあバカやなこいつと思って可愛いなと思うけど、その時は、はいはい、でも後々それをずっとなんかその体でずっと行くじゃん、はい、LINE とかもその体で行くじゃん、はい、その体で行ってたらこっちがしんどくなる。あうん、お前の嘘になんで俺付き合わんといかんのやろって思ってくるよね。なんかね、そこが多分一番俺は辛いかな。嘘つかれるのはもともと好きじゃなくて、あ嘘一回つかれたら俺本当無理だから、もう無理だなとか、あこいつ無理だわって思っちゃう。あ女の子だと余計に。で女の子もホストに警戒してるけど、ホストも女の子に結構警戒してるからね。それはちょっとありますね、うん、はい、やれば長くなれば長くなるほど警戒するよやっぱ女の子に。僕まだ薄い方なんですかね、僕で言うたらまだ。いやだんだんねこれがね、もういろんな人に裏切られていくから。いろんな女の子に裏切られていくから、本当に覚悟は必要ですね。本当にね、なんかね僕も冗談でやったら結構嘘は言うんですけど、まあ、冗談だったらいいけどね、そのなんかね、そうそう分かってる嘘、分かってる嘘、もう分かってるよってやつ、うん、もう知ってんだよ君の行動はみたいな。あもうはいはいみたいな。
そう詳しくは言えないけど、詳しくは言ったらバレちゃう逆にそう、お見てる見てる、その本人が見てるんだったらもう言っとく、さっき分かってるよって分かってんだよって、その自分がもし担当にその嘘ついてることがあったとして、はいはいはい、したらもう分かってんだよって思われてるかもしれないね、結構もしかしたらね。もうホストだから、あくまで嘘つき止める、だから俺ら探偵じゃないからね。まあまあそうですね。だから別に嘘つかれたからって言って、なんで嘘つくのって言ってもさ、それはもうなんていうの、ホストとお客さんの関係性じゃないから別に、そこは俺は気にしないようになるべくしてるけど、嘘つかれた時は。あ、まあ嘘つかれる関係性が悪いって言われたらそれもそうなんだけどね、それも一理あるしね。あ、うん、認めたくないけど、そういうなんていうかな、考え方もあるよね、そういう論破もあるよね。全然そこのレベルに達せないんで、何ともコメントのしようがない頑張ってついてきてよ、もう、 もうついてきます、もう頑張って走ります、ついてきてついてきて、もうあるあるだけどね、もうそういうのね。あ、おはよう。楽しい時、辛い時。おはようございます。おはようございます。あ、めっちゃダッシュしてます。こんなダッシュしたの久しぶりです。雨だな。こちら。ああ、はい。なんか、ちっちゃなったですね。そうそう。ちょっとシマウマくんです。はい、シマウマあれ銀ちゃんね。いや、じゃないですよ、買ったんですよ僕、新しく。今あの銀さんとパッと会った時に、あれみたいな、モロカブリやんそれみたいなそうやったんすねよう着とったよ、撮影でこれの白着てなかったあいつ。あ、はい、白やったらなんかまだ色違いできるかなと思ったんですけど、まんま一緒のやつやんこれって色違いはちょっとダメやけどね基本シマウマなんで黒地にシマ模様なのか白地に黒模様なのか分かるってやつですね。あるあるよね、はい、なんかね暑いトークテーマ考えてるですよ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 、ビビるぐらい。なんかさあ CM お願いします、はい、じゃあ CM でどうぞ。お願いします。はい、どうもどうも。CM 開けたということで。CM 開けた。CM 開けた。あと半分。あと半分。いや、俺ね、明日、明後日かな？明後日かな？これなんか全然番宣じゃないけど、別に。あ、別に見なくていいよ。見なくていいけど、なんか明後日その、ベンズナックルの番組で、はあ、そのニコ生？ナイトチューブかな？どっちか分かんないけど。はあ、で、なんかその番組があって、それに出させていただくんだけど。うん、あの何を喋っていいかマジで分かんないずっと考えてるけど、全員だって出る人さ、こうやってさ、従業員とかだったらいいけど、あの初対面なんよ全部全員全く知らん状態で入っていかなあかんから、うん、で多分あの、まあ、きっと売れてる人たちじゃんか、その売れてる人たち相手にこうどう切り込んでいこうかなっていうのをずっと考えてんだけど、その人たちを喋ったことがないか分かんないから想像つかない確かにね、そうプレッシャーがすごいっすよね、ぶっつけ本番みたいな。でそのメンなんかその、ね、メンズナックの人に呼ばれた人に、あのフリートークだから、はいはい、なんか何を喋ったらいいかなみたいな、トークテーマとか決められてるのかなって、はいはいはい、聞いたん、トークテーマ決まってますか、はい、いや、フリートークみたいな感じでそのまま書いちゃうそのまま書いてきました。そう、さすが自由やなってですねここはアメリカかって言われてます、うん、自由な国だよ、ほんまにいや、もう何喋ろうと思ってネタ考えてるの、ずっとネタ考えてるけど、なかなかネタがない、ね、考えれば考えるほど出てこへんですからね。そう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 、意外と出てこないよね、うん、なんかね、うん、なんか漫画家とかが話考えるのに要すんのが散歩中に考えるらしいです。もう完全に無心になって、ああでもそれはいいよね、はあ、俺車の中とかめっちゃ考える、はあ、運転中とかめっちゃ無意識で運転しとるだけやけん、はあ、あその時も全然違うこと考えよる、
あーそうなんですかね、うん、ずっと考えそうなんですかね。運転中でも気になったことあったらすぐググるしね、俺怖いですけど、ググってる最初にえとかなったら、あー危ない危ないみたいなそんなことがあったら、そんなならんやそんなならんよ、意外と意外と大丈夫事故ったことないから。あーすごいですね、僕なんかすっごい事故、こっちから突っ込んだことは絶対ない、一回もない。あの突っ込まれたことはあるけど二車線で走るよって、はい、意味不明やん、はい、永遠まっすぐの道を二車線で俺の隣からバッコンって入ってきたやつをどこ目ついたんやん何も見てなかったんでしょうね多分ね、気にしてなかったんやろね、バッコンってぶつかってきて